日のよろぴこやるなら今ちっちゃいちっちゃいNG バージョンまずそっちですね。そう、まっすぐ狙い。だから落合さんも掛布さんも悪くなったらこう緩い球打ってる。ああ。緩い球って難しいのさ。緩い球は思いっきり打つってことですよ。こうグーパーンって弾いてくる、はい、はいはい。我慢しきらんから普通のやつ緩い球だったらこうやって打つからね。あ、連動してないわけ。そういうことですね。何しろこういう連動にならなあかんわけや、ボールとこういうふうに、はいはいはい、そういうふうに、はいはいはい、そうするとこれ遅く見える、うんうんうん、確かにこうやって遅く、要は高速道路で、はい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 、相手ですね、うん、向こうから100キロの車、はいはい、こっち100キロの車って、はい、こう見たらプラス200キロになる、はい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 、こう見たら、はいはいはい、でも100キロの車をこうやって見たら、はい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 、数字が見えるやろ。見えます。あの状態なんや。なるほどね。あれがボールが止まってるって状態。そういうことですね、うん、あれを 18.4 のコンマ何秒でしなきゃいけない。でもすごかったですね、吉岡さんね。なんで？いや、すごいですよ。そうすると川上さんがボールが止まって見えるっていうのがそこにあるわけ。なるほど。で、本当みんなも経験してるんだろうけど、こう車をこうやってこうやったら見えない。はいはい。ずっと100キロの方がぐーっと見たら数字が見えるでしょ、はい、止まってるようですよね、うん、だから俺たちだから電車乗ってても新幹線乗っててもこう車窓見ながらこうやって、うん、一応トレーニングしてるんですね。本当にそのためのこの目のトレーニングがあるわけよ。あ、動体視力じゃないわけよ。なるほど。よくこうやってゲームあるやん。 あります瞬間に教えて瞬間の、うん、あれって間違ってはないと思う俺。あ、はい、俊敏性で。なるほどなるほど。でもボールって俊敏性じゃないからね。そういうことですね、うん、でも一番いいのは山下さんに言われたのはボールを来てポンって打つのが一番いい。その手が速かった。ああそういうことで、そのくらい手を速い練習をしてはいけない。あ、とにかく当てることですね、うん、卓球選手とかいいんですか。すごいよね。すごいくないですか。これ見てえ、なんで、ね、なんでこれ思いっきりスマッシュ来たり、ゆるいの来たり。でもあれでも多分こうは見てないやつ。はいはいはい、はい、聞いてみたいけど。あれの速いボールはバット持たせたら打てますかね、卓球選手は。もしかして当てる、当てれますかね。打てるっていう。当てるんじゃん、あの速さ。ねえ、当てますよね。止まって見えるあ、ゆるいですねとか言うんじゃないですか。だから面白いのは動いてるものっていうのは全部そうなんだけど、はい、見方、タイミング、捉え方で俺たちってこう一番分かるのはこうやってバットボックス入ってマシンでもいいよ、こうずっと見たらボール見えるよね、うん、見えます見えます。こうやったらこうやったら打てそうだよね。はい、はい、打てそうですね。でも今度構えた瞬間、はいはい、これがタイミング取ってないと出てくるわけ。そうですね。でも一番簡単なのはこうじーっと立ってて、あ、ボール来た、パーン、パンパンって時に今度これを動かないでここ自分の中で打ってみたいなと思ったらグーってカンカンっていう、あ、いやこれが体の使い方になるわけ。なるほど。マシンのボールですね。じっとしてると、はいはいはい、マシンのボール見てるとこうやって見逃してるとボール見えるよね。見えます、見えます、見えます。じゃあこれを心の中で打ってみたいと思ったらこうやってこう来てカン、あ、カン、なるほど、カンで、じゃあそこで今度体を動かしてみましょうと、打たないで、そうすると1、2、3、3、その練習もありですね、っていうなるわけ、はいはい、打ちには行ってなくてですね、そう、でそうすると体の中がこう3、3、3ってこう体の中で動き出すわけ。なるほど。それが合気道とか、はいはいはい、そういうのに絡んでくるわけ。おお、なんか当たっ、ね、で飛んで、ね、気を回すってやる。はいはい、言いますよね。あの気を回すっていうのをじっとしてるとのーこ心の中でのー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 さんっていうと動いてないけど気が回ってるからあ打てそうやなと思うわけ。あ、でそれから始まってあちょっとこう打ってみようかな、のーさんの3、そうするとこうは1000、うん、でそれがだんだんふ、ね、あのこうだん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 こう練習していくと構えた時にパッと1、2、そうすると早くゆっくり、はい、1、2、の
ノーノーってことこのボールとこの肩が連動こうするわけ。この肩が連動しないから絶対ダメだね、はい、そういうことですよね、うん、で今度その肩を連動させるのにステップした足はベタじゃなくてこの内側からこうやって内側こう入ってってそれを我慢さす内側の筋肉を使い方入ってくるわけで捕まえた瞬間振り抜いた時に腰をグンって回すとこうここへパッと出てくるんで、はいはいはい、コップのコーチやったらいいじゃないですかだからこれ必見ですよカープ選手。だからそういうことよね。だからね、はいはい、球を速い球を打たしたかったら速い球を打てるわけじゃないよ。いや素晴らしい名言ですよ。そうすると見えてくるとあこの選手肩入りすぎやなってこれ見えてくる。肩入ると先に行かなきゃいけないんで、はいはい、だから俺不思議なのがよく球を引きつけましたねっていう。いやいやいや、よくその表現はね、引きつけろとかですね、引きつけましたねとか言いますけど、言うけどどこまで引きつけるんか俺は自分の中じゃ俺の見解よ。もちろんもちろん、もう本当言われる通りですよ。 18.44 しかなくてベース板ってボール 5個半か6個ぐらいしか乗らんのやな、うんうんうん、で、まっすぐやし今度やこの幅しかないないですよね。時に自分でこっち入れたらここへ入ったらもうバットが出てくることないんで、はいはい、邪魔になるんで開くんですよ、はい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 、必ず、はいはいはい、で、三谷さんは特殊な打ち方してカープの、はいはいはい、こうやって構えて、はいはい、こう入れるけど、はい、こう入れてこうやって出すわけよ極端に言ってあの人の打ち方ってこうしててこう出すわけよ、はいはいはい、こう出して打つからあこれが邪魔にならんわけ。なるほどなるほど、特殊ですよね。特殊ない、だからいろんな技術論があるんだけど俺は山内さん早いから、はいはいはい、だからそういう意味ではもう速い球で速いマシン打たすっていうほどやっぱ体が開くことはないと思うね。なるほどですね。早く打たなきゃと思うから体開くってことですね、うんうん、で思うけどすっごい感じることがあってホームランバッターいないんやろ。いない、バッター言ったんやろ誰かが、うちはホームランバッターがいないって、はい、だったら面白いのはゴロ打つってすごい難しい、うん、言われてますもんね。じゃあ今日ごめん捉えて強いゴロ打とうかって、うん、打てんけん、うん、多分打てないでしょうね、うん、言われてた通り、うん、上がるんでしょ。上がるそうしてね。で強いゴロ打ってるとこう自分でこうダウンスイングじゃないんだけどしっかりこう打たんとゴロは打てないんで、はい、ボトボトじゃないよ、はい、そうすると試合になったら球が変わるんで普通に上がってくるようになるんだけど、はいはい、でもそういう練習もしない、はい、で極端ってやっぱ、まあ、練習なんか見たらそうだけどカーンっていい当たりカーン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 っていい当たり、はいはいね、はい、カーンフェンス近くまで、はいはい、山内さんに言われたらね全部アウトやなそれは何でですか。だってフェンス越えてないから。あ、そうそう。そら王さんみたいにさ、全部フェンス越えるバッターやったら、そのフリーバッターだけどフェンス狙って打っていいけど、試合だったらそうはいかないわけや。そうですね。だったら練習でこうパーンパンって潰してこう打てるようになって、はいはい、ちゃんとその1、2のサーンっていってこうボールをこうコーンって上げないで、そういうきちんとですね。そういう練習した方が早いんじゃないかと俺は思ってるね。いや、その通りだと思いますよ、うん、吉野さん。ということで、本日もありがとうございました。どうも。おいしい。ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録といいねとコメントをよろしくお願いします。それでは、ゲームセット。次回もよろぴこ。